さて、これからね、私トイレを作りたいと思います。使うのは段ボール2つです。大きい段ボールと小さい段ボール、この小さい段ボールは大きい段ボールの中にこう入るように高さをね切っておきます。で、ペットシーツ入れました。あのワンちゃんがトイレする用のねペットシーツです。それでこれの中にこうやってビニール入れますね。ビニール、そしてまたここにペットシーツです。はい、ペットシーツ、おいで、ここにこう細く新聞紙を裂いてこうやってね入れていくんですけれども、でもこの新聞紙よりも吸水してくれるし匂いも取ってくれるのが、はい、これジジーン、猫のトイレの砂です。この猫のトイレの砂をサラサラサラっとある程度入れまして、それで、そこにこのトイレに用を足してまたそれがかぶさるようにこれを入れると、そうすると匂い消しにもなるのでいいですね。じゃあこれをですねこのようにセットするんですが、どうやるかというと、ほんとね、これをねこの隙間にどんどん段ボールのこの余ったのをね詰めます。どんどん詰めます。なんか作り方は後で概要欄に参考にしたホームページがあるので、概要欄にそれを貼りますのでそこをご覧ください。その方が頑丈なのが作れると思います。私のはあくまでももう本当に今回防災のねこういう自分で訓練やろうと思ってるって言ったら、アイロー君はじゃあ俺は実家に帰るよって言って実家に帰ったので、防災訓練やるのが私しかいないので自分よ。家族が多い時はもっと大きな段ボールが良かったりとかねするのでね、はい、このようにねキュッキュッキュッとこうなりました。これをねうちはこうするこうするって決めたんですよ。こうやってこの端っこを折ってね内側に入れるっていう風に決めたんですけど、その参考にしたホームページはそうはなっていないので、各家庭でやり方があると思うんでやってください。でまず外側に大きい袋やって先のこれね、先のこれ、先ちょっとね早めに見せすぎたね。ね、これをはめて、はめて、はい、このようにトイレを作りました。ね、もうあとはねこれね乗っても大丈夫。ほら、ね崩れないでしょ。ある程度崩れないんですよ本当に。で匂いが気になるのでまあここう毎回毎回閉めて、でまあ上から他の段ボールとかそういうので蓋しとくということですね。やっぱりそういうこと考えるとこの猫の砂っていうのが一番いいのかなと思います。お風呂に入れないね、これどうするかっていうのはもう簡単ですよね。これもうあるもん、ほらメイク落としとそれからこのボディシートがあるでしょ。こういうの各種いろいろあるでしょ。これでいいと思います。もうもっと気になる人は介護用品のコーナーに行くと体拭きっていうのがね売ってるんで、それ使うといいと思いますよ。もうよく取れる。このメイク落としもこのシートになっていて、これ広げてさね、広げてこうやって浮いていけば落ちるよ。もうこの時期はさもうみんなマスクね、そんなにメイクしないでしょ。眉毛ぐらいかな。でもがっつりメイクのまま避難するっていう人もいるかもしれないね。それでいつ被災するかわからないもんね。なんで披露宴のね出席した後とかはしっかり化粧もしてるさね。
どっかコンサート行った後とかそういう時に被災してしまったら、まあね、こういうこともあるよね。ほら落ちるでしょね、眉毛も落ちた。はい、眉毛も落ちた。うん、きたね。こうやって落ちるんです。でその後はもうこうね、この汗拭きシートで。あ、汗拭きシートがなんかヒリヒリして合わないっていう人はあれがいい。赤ちゃんのお尻拭き、赤ちゃんのお尻拭きは赤ちゃんのお尻拭いても大丈夫なものでできてますから、赤ちゃんのお尻拭きでやるといいですね。さて次シャンプーなんですけどね、まあシャンプーはこういうのがあります。これはネットで買ったんですけど、ドライシャンプーです。こうやってね蓋が開いて、でこうやって粉になってます。これをね、頭皮に振りかけるんですよ、頭にね。ちょっと私白髪があるからね、分かりにくいかな。こういうとこにパッパッパってやって、こうやってシャカ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 ってやると頭皮がさっぱりするっていうやつですね。よく最近若い子は夕方になるとね、前髪がこうペターってなるからって言ってこういうのを持ち歩いたりしてるみたいですね。これはドラッグストアとかで買えます。あ、これはネットで買ったんですけど、こういう粉のタイプのものだったりとか、それから、スプレータイプのものだとか、あとは、介護用品のコーナーに行くと泡シャンプーっていうのがあるんですよ。それは、ね、さあ避難生活で一番気をつけたいのが口腔ケアです。こちらはですね、フロスですね。糸ようじでもいいんですけれども、こうやって好きな分量だけピーッとこう出してシャッと切って、そしてこう歯と歯の隙間をこうやってシャカ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 ってやる、このフロスですね。そして歯磨き粉つけて磨きたいですけれど、やっぱりうがいにお水使うのもったいないので、これ用意してください。こういうマウスウォッシュですね。私はアルコールが苦手なのでノンアルコールタイプですけれども、これをですね、こうこのコップの中に入れてチャッチャッチャーとこう歯ブラシ濡らしてシャカシャカシャカって磨きますね。でまたこうシャカシャカシャカってやって、これはきちんと拭き取ってしまう。でこっち、これでうがいするんです。グリ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 ペ、はい、このペです。これ豆乳ですけども、牛乳の箱でもいいですね。こういうなんかの箱にビニール、これはワンちゃんのエチケット袋なんですけど、これの中にね、またこいつが入ってるんです。またこいつがね、猫砂入れたものが入ってます。でこれの中にやると、またこれ匂いもしないしね、びしゃびしゃならない、とっても便利。だから皆さんに用意していただきたい、ぜひ用意していただきたいのはゴミ袋、それからエチケット袋、さらにこの猫砂です。ぜひ、皆さんの防災計画の防災の品の一つの中にこの猫砂、それからペットシーツ入れておいていただきたいと思います。おすすめです。その他にもこういうのがありました。これは100円均一で買える携帯簡易トイレです。緊急時とかね、それからドライブの時にも便利ですね。これ開けてみましょうか。中はこのようになっています、はい、これをですね、こっちから開けたらダメです。こっちから開けます。こっちからキュッとやりますと中に凝固剤が入ってるんですね。凝固剤、これでこのまま排便して、そしてこの一緒に入ってた黒いゴミ袋の中にこれを入れて捨てるというようなものです。これ一つあると便利なんじゃないでしょうか。100均で買えます。